アーデン版シェイクスピアを本棚に並べた写真。アーデン版シェイクスピアは、ウィリアム・シェイクスピアの作品の学術的な版のシリーズ。戯曲と詩は、現代英語の綴りで表されている。長い除雪と、豊富な注釈がついている。アーデン版シェイクスピアには、過去に3つのシリーズを出していて、第3シリーズはまだ観光途中である。アーデンという語は、シェイクスピアの母、メアリ・アーデンと、 お気に召すままの舞台となったアーデンの森を暗示している。第一シリーズはマサンパブリッシングによって出版された。一番初めに出たのはエドワード・ダウデン編のハムレットで1899年のことである。それから25年にわたってシェイクスピア聖典の全作品が編集、出版された。第二シリーズは新しい編者グループによる再編集で、 1950年代から刊行され、1980年代にコンプリートした。最初のシリーズと同じマサンから、ハードカバー版とペーパーバック版の両方が出版された。ペーパーバック版の表紙は、ブラザーフット・オブ・ルーリリッツが担当した。第3シリーズは1990年代にスタートした。最初ラウトレッジから、その後トムソンを経て、現在は、 宣言ジラーニングから出版されている。編集主官はリチャード・プラウドフット、アントンプソン、デビッド・スコット・カスタンである。シリーズのコンプリートはまだで、2008年7月現在、シェイクスピアの聖典のおよそ半分が出ている。アーデン版は前週も出していて、それは第2シリーズと第3シリーズからリプリントした版である。ありがとうございます。